こんにちは、レイカクリエイターです。今日は靴下ブラシでリースを描きます。背景色をクリック、グレーを選んで白が見えやすいようにしておきます。真ん中のセンターは描画ガイドをクリック、描画ガイドを編集で対象を選んでおきます。完了。まずは赤色を使っていきます。ソックスブラシを選んでセンターのラインを基準に1段2段と置いていきます。靴下が重ならないようにするのですが、スペースの取り方が少し難しいかもしれません。4段まで描いたらフリーハンドを選んでスペースが空いたところは囲って白矢印で移動させていきます。隙間を調整できたレイヤーを複製して白矢印、左右反転で右側に持っていきます。3段目と4段目の隙間が空いているのでフリーハンドで囲んで隙間を調整しておきます。4段目にできた隙間もさらに囲んで調整しておきます。右と左のレイヤーをここで一度下へ結合で合体させます。ツリーをセンターに移動して一番上に1つ靴下を追加しておきます。次に青い色を加えていきます。塗りやすいように右上に移動させてこのように色を落とし込んでいきます。今回は青と赤が交互になるように色を落とし込んでいます。次にブーツブラシを選んでブラシサイズは 36% ぐらいにしています。新規レイヤーを一番下に持ってきて黒を選んでからツリーの下でタップしてツリーの足を作ります。ちょうどいいところに動かしておきます。次に白色を作ってエレメントの雲ブラシ、一番上に新規レイヤーを追加してツリーの一番上に丸い綿のようなものをつけておきます。こちらで靴下のツリーはほぼ完成です。あとはメリークリスマスっていう文字を入れていこうと思います。新規レイヤー黒を選んでテキストを追加を選んだらテキストを置きたい場所に持ってきます。忘れたところにメリークリスマスと書いても反映されますので、そのまま入れたい英語を入れてみてください。このようにテキストが入ったら今度はフォントを選べます。この英語のところをタップするといろんなフォントが選べるので好きな書体を選んでみてください。結構迷うんですね、フォントは。で、ちょっと見やすい位置で白矢印で一旦動かします。このぐらいの位置、後で動かすのですが一旦この位置に移動させてからレイヤーテキストを編集をクリックしてもう一度フォントを選んでいこうと思います。こういったフォントもクリスマスっぽくて素敵ですね。これでもいいんですけれども今回はこちらにしてみようと思います。白矢印で好きな場所に移動させておきます。サイズ調整などもできます。最後にブーツの下に影をつけようと思います。ブーツの下に新規レイヤースプレーのチューブとノズルで不透明度は下げておきます。ブーツの下あたりに薄く少し影を追加させます。かかとの後ろの方に少し伸びたような影を少し入れておきます。こちらで靴下のツリーは完成です。この後にも違ったバージョンを変えていこうと思います。ツリーの色の変更もできます。色は複製して取っておきます。色相サイド明るさで色相のところを動かすと例えばこのようにクリスマスカラーに変更することもできます。また色は戻しますが今のこのレイヤーに選択をクリックして一旦隠して上に新規レイヤーを追加します。ニットブラシを選んだら赤を選んでブラシサイズは 9% ぐらいにしています。ニットブラシを使って毛糸の模様を入れていきます。隙間も埋めておきます。赤い毛糸のブラシで色を塗れたら今度は模様を描いていきます。赤いレイヤーを選択、上に新規レイヤーを追加します。色は白を選びます。同じ毛糸のブラシで横にラインを入れていくだけでも可愛い靴下の模様を作ることができます。模様は好きなように入れていってみてください。赤い毛糸の靴下のツリーができました。今度は赤を複製して一つ隠します。
色相差異の明るさ、こちらの明るさをぐーっと最大まで持っていくと赤を白に変えることができます。そのままのシンプルも素敵ですが、赤を選んで選択、上に新規レイを追加します。同じニットブラシで赤い模様を入れていきます。ニットブラシを使った白いソックスツリーの完成になります。こちらで最後になりますが、今のレイヤーを隠して赤いツリーを選んで複製します。一つは隠しておきます。色相再度明るさに行って、色相を少し変えると緑のグリーンのソックスツリーを作ることもできます。このような感じで色を変えたり、テクスチャーブラシを変えたりすることで、いろんなツリーを作ることができます。ぜひ素敵なツリーを作ってみてください。素敵なクリスマスになりますように。今日は見ていただいてありがとうございました。